同じやつ、ハムスターセレクション。あ、そうか、そうか、そんな感じのやつ。あの中華料理ですもん。で、今、なんか食べるようになったやつ、これです。それじゃでもダメだもんね。それおやつだもんね、完璧。こっちを食べないんだ。それ食べないですね。そっちに蓋、蓋開けて。はい、ごめんね。あら、かわいい。かわいいね、みさきちゃん。ちょっと待ってね、これも入れちゃって。じゃあ、それ1個だけちょうだい、今の丸いやつ。はい。ほら、食べるどこじゃないね、多分。出たい。出たい。もしさ、おしっことかしてくれたらさ、調べていいですか。あ、はい、お願いします。そんなにいろんな検査できないからさ、この子たち。今まで体重測ったことあります？何グラムぐらいありますか？70グラム。あ、こんな感じ。あ、じゃあ特別体重が減ってるわけではない。74だった。一時期ちょっと太った時はちょっともうちょっとあったんだよね。どれぐらいありました？太った時。80グラム。80グラム。さてと、ちょっと触らせてもらいますよ。なんか爪もちょっと伸びてる。マカロンちゃん。折り目がついてるやつ、下に。この上でやりますね、落ちるとこまでから。さあ、ちょっとお腹触らしてね。あ、これからあんまりちょっとお腹硬くするとは触れないですね、お腹の中は。ごめんね。まあ下の方は綺麗ですね。で、私見たいのはさ、口の中の色、舌の色とかさ、こういう粘膜の色、これが具合が悪いと白っぽくなってくるからさ、まあ一応赤みはあったけど、ただこうやってお腹触るとさ、硬い、なんか硬い。まあでもね、怖いからさ、怖がれば力入るでしょ。それでも結構触れるんですよ。歯茎の色は思ったほど悪くない、ね。で、まあ今74グラムだけど、ボディコンディションスコアとしてはそんなめちゃくちゃまだ痩せてるわけではないですね。あ、そうですね、はい。なかなか運動しない。ちょっと座ってください。そしたらね、ちょっとお家でさ、はい、健康チェック表をつけてもらっていいですか。で、その上でちょっと変だなと思ったらレントゲン取らさせてもらう。あ、はい。だって今もう本当に死にそうとかそんなことじゃないんでしょ。なんかちょっと気になるところね。食欲が食べてくれればいいんですけど。ただ。もともとやってたのはこれなんですね。で、今この丸いやつ、これなら食べる。その他はあと茹でたちょっと野菜を本当にちょっとだけ、はい、昨日あげたらそれは食べますね。なるほど。あとおやつでなんかモッツァレラチーズ。チーズ、それはハムスターよ、人間の。人間用、なんか YouTube かなんかで見てなんかそれあげてましたけど、ちょっとだけ。ザーレナチーズ。でも少しでしょ。まあ本当に少しですね。まあ少しだよね。74グラムだったら人間が1回食べる量の、まあ1000分の1。それぐらい、ね。それぐらい。いや、だってね、まあ70、もっと74グラム。じゃあ人間何キロ？まあ例えば60キロとしたら6000じゃないですか。6万じゃないですか。グラムでいったら。分のでいくとやっぱり1000分の1か。80分の1か、最大やっても50分の1ぐらい自分が食べる、それぐらいにしとかんと人間のものはちょっと栄養のバランス崩れますね。こんぐらいの8分の1、それは食べ過ぎです。それがもう食べ過ぎなんだ。だってさ、この子が8分の1食べたらさ、人間だったらさ、まあ仮に70キロの人だったらさ、何、8分の1000食べたことある。何個食べたことになるの？
チギュンムシ難しいね。ワルハシ人間だったら125個食べたでしょ。そんなに食べたらさ、あの、ま、あのチーズ好きですけどね、あ基本的にはそう。じゃあね、ごめんなさいね、はい、体重と便の数数えてください。数、数、だから今 お家でこれ木のチップが入ってるでしょ、はい、全面引いてあるでしょ、はい、数えられないから、はい、もしこれが床だとしてね、木のチップはちょっとワンコーナーだけチップ入れて、はい、残りはさ、あのティッシュペーパーかキッチンペーパー引いて、で1日1回か2回掃除してください、はい、そうすると掃除の時に数えて、もしできれば2回数えて、はい、朝と夜とで24時間に何個出てるかを数えてください、はい、それと体重は毎日できれば朝晩ぐらい測ってほしい、はい、それからあともう1個は、環境ね、この子のいるところの環境、はい、若い時よりも温度差ね、弱くなってますから、はい、要は1年半過ぎると申し訳ないけど、ちょっと持っただけだ、持っただけ、もう食べるかな、とりあえず持っただけ、あ、みんな何だっけ、あ、そう、あの清潔にしちゃった方がね、はい、いいと思いますし、はい、木のチップもたびたびに捨てちゃうね、はい、置きっぱなしで、それ1日2回ちょっとめんどくさいけどね、掃除し2回やった方が1回だとなかなか大変なんで、はい、それでうんちの数30個とか10個とか、はい、24時間に何個出てるかなと、はい、それを見てください。それからおしっこもじゃーっと出てるかどうか、はい、まあ、見れる範囲ですから、はい、あの一番良くないのはさっきしたのにまたしてる格好で力んでたりするのはいかんですよね、泌尿器の病気が考えられたら、あ、それでこの環境温度ね、朝一の温度と湿度、はい、それから測れる時でいいから昼過ぎ、はい、まあ雨だからさ、そんなに温度差ないと思うんだけど、天気がいい日だとやっぱ温度差が結構つくじゃないですか、今って朝今ちょっと今日湿度が結構高かったんで、除湿してあったんですけ ど、ね、だからね、その環境はね、人間がちょっとムシムシするなと思ったらやっぱり除湿冷房した方がいい。そうなんですね、そう、人間が快適な温度だったらこの子も快適だと思います。だから人間がちょっとムシムシしてちょっとね、という時はやっぱり絶対エアコン使ってくださいね。あ、はい、だから特別この子のために冷やさなあかんとか温めなあかんとかじゃないと思います。でまあ見た感じね、はい、動きはどう、若い時を100とするとどんなぐらいの動きしてます。結構つい最近が結構回し車をもうやらなくなっちゃったんですよ、うん、あ、そうなの、いつまでやってたの、まあ、多分ちょっと私があのこの子と一緒の部屋で、うん、ちょっと前から寝るようになったらなんか嫁が出したので、私が一緒に寝てるからダメなのかと思ってなので、まあ前まではあの本当に暗い部屋にこの子だけっていう状態だったんですけど、私がちょっと一緒に寝るようになってからなので多分1ヶ月ぐらいですかね、うん、なのでやめた方がいいのかなってちょっと今思ってるんですけど、それは何とも言えません。そんなこんなことで やってるもの話しぐらいをしない。それとあとね、私これ見てて思ったのはね、はい、この子の呼吸、はい、今これお腹がピクピク動いてますよね、ちょっと一人来てくれる、すいません、6秒数えてこれで呼吸数6秒で何回打ってるか数えてみましょうか、はい、スタート、はい、すごい速いです、はい、数えるの大変なぐらいなんだけど6秒で18回ぐらい、ってことは1分間で180回、めちゃくちゃ早いです。でこれがここに来たからね、興奮して私がさっき持ったりして興奮して早いだけだったらいいんだけど、家で安静にしてて寝てる時の呼吸数をちょっと見るか、寝てる時の動画を撮ってほしい、10秒ぐらい、そうすると呼吸数何回か、うん、お家で見てもらってもいいし、見るの動画撮って一緒に見た方がね、数えられる。だからそうね、これ以外にそういうのを安静時呼吸数と言います、うん、要は寝てる時の呼吸、うん、安静時呼吸数ね、でこれが早い、寝てる時も早いんだったら、うん、心臓とか肺とかが悪くなってる可能性がある、うん、で1分間も数えなくていいからね、6秒で何回でいいですか、6秒で、はい、そうね、10倍すれば1分だから、そうですね、はい、でこれが何40回以上だったらちょっと動いて40回なら別に問題ないんだけど、寝てるにさ、あの6秒で4回以上5回以上だったらちょっと問題ありですね。
そういったところも3年だとともに心臓とか肺とか弱ってくる子もいますんでね、うん、じゃあまずねこれを3日から1週間ちょっと観察してください。で体重がだけどさ変わらないんだったら1週間ぐらいでもいいんだけど、はい、体重が減ってっちゃってうんちもよく見たら出てないんだったら早めに、わかりました、ね、で、はい、まあまあ安定してるんだったら1週間ぐらい観察表があった方がいいですね、はい、忙しい日は開けといていいですからね、はい、できるだけでいいから、だから体重、うんちが見た感じの元気さ加減と環境ね、はい、からもしやればこの安静時呼吸数が、はい、ごめんなさい、おしっこが出てるかどうか、はい、ここら辺をちょっと気にしながら観察器をちょっとつけてもらっていいですか。はい、今日はそこまで。あ、はい、いいです、はい、大丈夫です、はい、そうか、あれ、誰だっけ瀬山さん、さっきのさハムセレのさ、開封したやつと残り持ってきて、はい、じゃあこちらに移しますね、はい、あと爪って爪はね、無理切るにしても、なんか血管が途中まで通ってるとかって書いてあるんですけど、そうそう、あのね、切るんだったらね、よっぽどさ、ちゃんとさ、ちゃんとこうやって指が一個一個持てなきゃダメ、ほんで切る、で、切るときに、あ、見てるから、すみません、切るときに、肉球があって爪があるじゃないですか、はい、血管がありますわ、そうですね、で、白い爪だとこれ見えますよね、はい、そうするとこことここの真ん中ぐらいできる、あ、だったら無難です、で、それでもね、出血することがあるんですよ、だから止血剤としてね、もしお家で切るんだったら止血剤としてね、はい、味の素、あの化学調味料の味の素って粉あるじゃないですか、はい、あれを用意しておいてください、はい、それでいいんですか、味の素、だもし血が出たらそれつけて抑える、はい、そうすると早く止まります、なかったら何もなしでただ抑える、ああそうで、でもそれの、うん、つけて抑えると5分の1ぐらいで止まると思いますから、そうですか、時間的にはだから締め切りするのは味の素用意して、あ、はい、で私が切れれば切るんですよ、私結構、でもハムスターとかハリネズミ切ってって言われてもそれはちょっと切れないね、危ない、事故が起きたら困るんで、わかりました、はい、はい、やってきます、だからそのためにはさ、この子が無理なく持てんためね、なんかこれを一個一個持ってないと ね、ここまだ持たせてくれる方だけどさ、あ、そうなんですね、うん、こうやって一個一個持たん、特に後ろ足だね、長いの、なんかね、お腹の筋肉硬くするからさ、まあ今度レントゲン取りますね、はい、まずはでもこれつけてください、ね、あ、はい、わかりました、はい、ロンドクレーができますね、ありがとうございます、多分一緒かもしれないけど、はい、開けちゃったから、あ、すいません、ありがとうございます、ハムスターセレクション、あ、はい、ありがとうございます、使ってください、すいません、じゃあちょっとね、これ、はい、健康チェック表をつけるということが検査の始まりだと思ってくださいね、はい、わ、はいはい、かりました、はい、じゃあそんでじゃあ3日から1週間観察して確認してください、ね、あ、はい、すいません、ありがとうございます、どちらにしてもね、ちっちゃい、申し訳ないけど1年半過ぎるとシニアになってます、そうなんです、ね、そうなんです、早いんです、早いです、で寿命って何年か知ってます、なんかちょっと長いと言われますけど、あ、そっか、はい、とは言うものの、まあそうですよね、とは言うもののですね、大きい赤字で書いてあるか決まる、あ、そうそう、野菜やっていいですよ、大きい赤字が書いてあるかとか、なんか、うん、茹でた方がいいんですか、いや、もう一回座ってください、はい、やってほしい野菜も、生でも茹でてもどっちでもいい